古井監督の福間からやとです。よろしくお願いします。今回コラボです、はい、いつも出てもらってるショコラさんだけでなく、はい、今回は二宮梢さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性ゲスト、はい、初です。まあ、今回二宮梢さんのチャンネルで、はい、ルイクという古着屋さんに行ってきて、はい、お買い物してきました。ファッションコーディネートタイプということで梢、はい、さんに来てほしい服をいろいろ来てもらって、はい、ぜひあの私の YouTube でご覧ください。で今回はそのルイクの系列店スリーさんという、はい、こちらのお店にやってきてます、はい。まあ、先ほどはレディースメインだったんですけども、ここは、まあ、男性おしゃれおしゃれでどうしたらいいかわかんないんですけど私でもここもルイクさんと同じ感じで、ね、いろんなミックス、ね、セレクトとかもあったりとかですよね。あ、そうです、古着コーナー、ここら辺はもう古着のうんうんうん黒系が、黒系男子は大丈夫ですか？まあ大丈夫か大丈夫かじゃないかって言われたら大丈夫じゃないかもしれないんですけどもそうですね、なんかもうこの辺見るとなんかちょっとショコラさん、いや俺こんなこういう感じじゃないけど、でもほら、まあ、あのここのデザインの感じ、そう、ここの素材だけポジション着てもここ一応、まあ、ダンディーに、ダンディーに、ダンディーにでもコートみたいな感じ、まあ、確かに確かに、ダンディーになっちゃう私着て、これも黒で、あ、サロモンのやつね。サロモン、さっきちょっとルイクさん紹介の時にサロモンの靴すごい、そこにもあるし、ここにもあるし、これサロモンこう、ね、すごいね、めちゃくちゃ流行ってるんですよ。このサロモンに今ドハマりしてる中で、これ後ろがすごい可愛かった、サロモンのロゴがね、がっつり入ってる、ね、これゴールド、すごい可愛い。この色が何が一番面白いかって、うん、これがリバースウィーブのボディにサロモンが入ってる、チャンピオンなんだこれ、チャンピオンです。でさっきちょっと店員さんに聞いたら、おそらく、うん、あのこんなことありえないんですよ。あ、そうなん、間違えちゃったのかな。フランスのメーカーにアメリカのボディ使ってるから、うん、これ多分偽物なんですよ、うん、ブート。そうなの、多分、誰かが遊びでこういうことをやってる可能性が、うん、面白いね、はい、後ろも入れちゃったってこと、後ろも入れちゃったみたいな、刺繍しちゃったってこと、はい、その割にはすごい綺麗なんだよ、すごいね、うん、作りがいいっていうか、へぇー、そうなんですけどね、だからそういうちょっと予想をするところもちょっと古着の面白さ、うん、なるほどね、こういうのってなんかちょっと懐かしくないですか？超懐かしいんですよこういうの高校生ぐらいの時にこんなダボダボしたやつをよく着てた私も、ね、なんてこれも可愛い、僕と梢さん同年代ですけど、うん、高校生とかで着てたものがね、ものが今、うん、こうやって売られてるイメージ、本当なんか90年代が多い感じだもん ね、ここら辺のアクセサリーおしゃれじゃないですか、ね、しかもお値段も、うんうん、なんかそんなにすごい高いわけでもなく結構そうです、ね、お手頃な感じがして、でもこれはもうこのままでつけるのか、もう本当にキーつけるのか、ね、ここにでも家の鍵裏下がってたら、ね、どうなんだろう、お使いに行かされてるこのか鍵っこ鍵っこ鍵っ こ, 鍵っこ、はい、おしゃれな鍵っこ、ここら辺は古着にも似合うよ、うん、似合いそう全部ね、うん、でもこれなんか同じようなモチーフの鍵、ティンパニーとかエルメスのここにありそう、うんうんうん、ここら辺も黒が多いですね、ね、多いですね、うん、お気に入りのものが多いえ、この辺も全部ヴィンテージ新しい、まあ多分90年代とかの、うん、すごい綺麗ね、ここら辺ミリタリーな、ね、かっこいい、やっぱね、結局好きですよね、うん、私もミリタリー好きですよね、好き好き大好き、自分でもミリタリーは着るんですか？好きです、私。ミリタリー着てる女子、うん、あ、いいですか？めっちゃいい、めっちゃ好き、うん、じゃあもう全身全身また話が変わってくるみたいな、服装全身でかっこいい、服装全身ウェットコーナーで、全部ナイキ、ね、アマト好きそうなもんね、うん、フェデックスこの店多いんで、色合いがいい、僕あのテレビ業界で働いてるんで、うん、これ AD の時にフェデックスで外国に郵便を送りまくってました、馴染みのポルシェだ、本当だ、全体に結構トーンは おとなしめの、ここちょっとカラフそうね、唯一見つけたここが新品コーナーですね、さっきのルイクにもありましたよね、すごい可愛い、やっぱりいいですよね、うん、これめちゃくちゃいい、うん、いいね、サイズ感、しかもリバーシブルね、え、そうなの、うん、そうだよね、これもあったこれいいの、あ、それもあった、これもあって、これもレンズ、へぇ、似合うね、似合いそう、かわいい、かわいい、この粗めの編み地がいいですね、うん、菅田将暉着てそうだ、あ
わかるネクスト。お客さんもね、なんかちょっとそっち系なの。これオークリーのパンツ、うん、これ最近ものすごい値段が上がってまして、菅田将暉が履いてたんだ、着てる写真がいっぱいメルカリとかで、ね、そっから3倍4倍の値段に跳ね上がってます。すごいね。でもこういった感じが今すごい流行ってるわけでしょ。メンズで結構すごくよく見かけるんだけど、他にもなんか同じようなまたちょっと違うけど、でも私たちが高校生の時になんかもうスウェットにこういうシャカシャカなこういうパンツとか、ね、これでパチスロ行ってる人いましたよね。セカンドバッグ、これなんだろう、このラインとかなのかな。そうなんですよね。なんか私このスキーパンツにしか見えない。そうなんですよ。でもこれを着こなすとこれをかっこいいんでしょうね。須田さんは何を合わせてたの、この上にエッサーの T シャツを着てダラッとそうパチスロでしょ。まさきっぽい感じで、まさきっぽい感じ。これくらいだと思いますか。38,000円。あ、すごい。え、嘘嘘でしょ。ほんとに。ちょっと待って、老眼がすごい。え、8万じゃない。違う、38,500円です。こっちはこのシャカシャカだと、これはでももっと安いんじゃない。安いか。おぉ、すごい。1万8,700円。ほら、すごい。すごい。2人とも案外、そう、あの同じ形じゃない。そうだね、本当に。まあ、実際ちょっと着た方が、うん、あの、ね、分かると思いますし、うん、僕らがそれを着こなせるかどうかも、はい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 、ちょっと実験したいと思うので見たい見たい、まあ、じゃあちょっと企画として、うん、今日はちょっと小瀬さんに、うん、僕ら2人にこれ着たらいいんじゃないかっていうのを選んでもらって、うん、いいですね、はい、とんでもない格好になったらごめんなさい。福場からライオット。じゃあ探してきます、ね、行きましょうか、はい、どんなのがあるのか、ね、でもイメージはやっぱりデニム、はい、で、はい、ライダース系、あ、はいはい、レザーとかね、うん、レザー系でデニムでしょ、うん、え、こういうの着ます、ね、あ、もう MA は大好きなんで、いや、ミリ女子ちょっと着てもらいたい。あ、ミリ女子が着るの、私ね。そうすいません、女子って年齢じゃないんだけど。いいですね、かわいいね、ここのかわいい、いい、いい、好き好き、なんか私は着てどうすんの。いや、そうなんだけど、なんかちょっとミリタリーなやつ見つけちゃったらちょっと着てほしいなと思って。あと私も好き。あ、懐かしい。いや、これかっこいいわ。これとかはでも本当に着方によっちゃもう本当とんとただのおじさん、うん、お散歩のおじさんになる、うん、これでもどう、天野くんどうやって合わせる、こういう。いや、これうんうんうん、うん、いいね、いいね、いいね、すぐピンとくるの、うん、いなたいで、うん、あ、でも、あえてケミカルをするほどだったらかっこいいのかな。うん、うん、へぇー、靴にもありそうだしね。また、また来た、またほら、これもやっぱ多いね、この、ね、本当にめちゃめちゃ見るけど、うん、難しすぎて着こなしだけじゃなくて、これ年齢的にアウトとか、ね、ああ、若い子だったら、若い子だったらあえてっていうのは、うん、そうだね、俺ら40代だからね。そうだね、ドンピシャになんかおじさん感出ちゃうな、体育教師感がすごい出る、昔買ったやつ大事にしてんだろうな今。そうだね、今まだ履いてんのかなみたいな、おもちおじさんだなっていう。あったかそう、ね、めっちゃあったかい、フードついてて可愛い、カルバンクライン、カルバンクラインも結構多い世代ね、めちゃめちゃ白のカルバンクラインのロンティーをずっと着てた高校生の時、下着とかもよくここから出すのも流行ってたし、確か、はいはい、でも今も、うん、またね、まさに今ね、あるし、うん、香水も流行ったしね。うん、CK1B、CK1B、そう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 。どっちも好きだった。90年代。90年代。え、それこそこういうのシャカシャカのさっきのアイノとか合わせたら可愛いのかも。素材でいいんじゃない。ね、うん。なんかシャツとか着ても可愛いかもね。ここ、うん、ぴったりシャツ。うん、あ、どんどん出てくるアイディアが。このゾーンってあんまり着なさそうな色。個人的にこれすごい気になってて、うん、このアディダスの、うん、そう、オリンピックシリーズ。っていうのをアディダスが出してて、その年で行われたテーマでデザインをする。クイックシルバー。クイックシルバー。あ、クイックシルバー。懐かしいね。懐かしい。クイックシルバー。シルバー懐かしいわ。私ピコです。ピコとかね。反転とかもみたいな。反転。足のマークのさ、反転のやつ。すごい流行らなかった。あった。あの感じの。DJ こんなもん。もう世代が一緒だともう大変だね。なんかもう一個一個にさ、これかっこいいよ、かっこいい、あ、色もいいね、いい色だし、ここら辺のなんかシルバータグシリーズ、ああすごいね、それで、で、うん、
ぱ24,200円。小手さん私は7,000円ぐらいでしたよ、これ。あ、そうなんだ、うん、今そんなに。リーバイスのシルバータブって当時に、うん、まあなんかストリート系の子たちに向けてるでもなんか古着界ではずっとなんかちょっとダサいみたいな、うん、リーバイスだったらやっぱアメリカっぽいやつでしょ、はい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 、全然人気なかったんですけど、うんうんうん、ここ最近、なんかこういう田舎いブームで、ね、逆にこっちの色の方がかっこよくないみたいな、うんうんうん、太いからなんかスケーターの子とかが履きて、うん、ね、ほんとすごい太い。もうバギーって言っても、うん、特に太い方。逆にリーバイスがシルバータブもう一回復刻したんです。すごい。そうなんだ。へー。これぐらい、なんか古着から多分もう一回復刻。へー、すごい。ボタンとかかっこいいんですよ。ちょっと違うんですよね、普通のリーバイスと。ほほう。これ自分が可愛いと思って欲しいと思うぐらい可愛いんだけど、これ天野くんに着て欲しいの。おー、あー、あ、かっこいい。超可愛い。これはいいですね。ミリタリー。95年ですね。95年、そんなに古くない。それ、イメージ的に言ったらショコラさんじゃないと思うんだけど、うん、なぜ天野くんに戻ってショコラっぽすぎる。すぎる。まあまあまあ、まあ、エメランとかも。ちょっと普段とちょっと違う感じの方に、うんうん、そう、これに合わせるのが、うん、ちょっともう綺麗にしたい、うん、なのでちょっとこの辺のパンツで意外なとこ来た、うん、もう本当に中を綺麗に、おお、自分じゃ選ばないやつ、これどうなるか見たいね。ちょ、これではちょっと暗すぎるから。なるほど。ロピアの逃げにロピアめちゃめちゃいい 毛のやつでしょ。イタリアの超高級ブランド、うん、高級ブランド。靴はもうどうせなら徹底的に綺麗に、そうね、わらびとか懐かしいよね。わらびもなんか懐かしいね。でも今だってすごい、あ、ずっしりしてる。あ、これかっこいい。スウェード、そっちは、うん、スウェードいいね。でね、そこにね、このね、かわいいこのバッグを、これかわいい、大容量な、あ、気持ちいいんだよ。ツルツルしてんの。うん、うん、確かに。それいい。じゃあ、ショコラさん。もう、私、はい、もうこれが、私が欲しいぐらい可愛くて。ほう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 。でも、全然、ショコラさんっぽくないから。なるほど。だから、逆にこれを着てほしい。自分で選ばない。黒でしょ。中なんかちょっと面白い。いや、これ懐かしいね。いい。懐かしい感じで。可愛いんじゃない？じゃあ、こっちスウェットじゃなくて、そっちにチェックシャツすげえ好きだし。うん、チェックシャツすげえ好きだしっていうのがすごくわかるの。じゃーん。おー、どうでしょう。かっこいい。かっこいい。ね、うん、ちょ、大人っぽいね。うん、これちょっと綺麗な、綺麗な感じに、うんうんうん、こう透明のあるパンツにこのシックな靴、あんま見ないもんね、絶対ね。ミリタリーにこの綺麗めね、かっこいい。うん、ね、私好き、こういうミリタリーと綺麗に合わせんの。これかっこいい。かっこいい。なんか後ろ、うんうんうん、追われてたのが全然違います、ね、なんかこのバッグがなんかコーディネートの一部みたいなさ、うんうん、あるのとないのでまた全然雰囲気も変わるし、うん、かっこいい。素材感も、うん、ちなみにトータルおいくらだろう。153,000円。おお、ショコラさん、行きましょうか。はい。はい。こんな感じです。おお。どうすか。いいね。どうすか。違和感ない。違和感ない。かっこいい。うん。おこ、このパンツにだって俺結構さっき、お、いいなと思って、普通に。ね、このパンツかわいい。これどこ結局見てない。ディッキーズだった。ディッキーズなんだ。ペインターパンツ。うん。ペインター結構太めのペインターが好きで、うんうんうん、白を今持ってないし、雪山に行けそうだ、行けそうだね。広瀬香美聞きたくなる。世代世代が、はい、溶けるほどね。溶けるほど恋しますか？ね、ね、意外とだからこれとかは普段着てそうな、着てそうね、うんうん、なんかこういう普段着ない組み合わせがね、組み合わせが新しいね。うん、うん、面白い。ちょっとこの靴で外す感じも色合い的に、はい、うん、人に選んでもらって楽しいね。うん、ね、ね、ちょっと新しい世界が開ける。当時でこういう若い人も来るお店だ、うん、なのに、うん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 、どうですか、そんなにおじさんにならずに、おじさんにならずに着地できたんじゃないですか。ねえ、かなり。しましたよね。はい、お帰りなさい。お帰りなさい。しました。地上へ。
ちょっと新しい扉を開いていただいてありがとうございました。本当に楽しかったです、はい、さ閉じさせていただきます閉じちゃう開いたばっかりなのにさらにあのショコラさんのところでは、はい、この後、ね、この後、ね、ちょっと3人でいろいろ話をしよう、トークをしようかなと思いますし、はい、あの小瀬さんのチャンネルで買ったものそちらでお見せしますんで、はい、ぜひぜひ小瀬チャンネルいつも見てる方見に来てください。行ってください飯食いながら服の話しましょう、ね、いいですね、いろいろトークしましょう、はい